飲んでるんですけど、なんか今日帰ってきたらなんか気づかない間にその紙コップの中にさっきのポーチの紐の部分が使ってて、いやトマトジュースはもうないんですよ。なんか赤く染まってて、ちょっと物不思議ですね。トマトジュースはちょっと飲み干してるんですけど、ね、不思議だよね、なんでだろう。人生っていろんなことあるから。こんばんは、来てくれてありがとう。挨拶してありがとう。すいません、こっそり。あなたのせいでしたか。まあ自白してくれたのでいいでしょう。漂白剤を持ってきてください。漂白剤ないので今。スティッチありがとう。そう、ゆう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 、もう稽古も終盤となりまして、今日もレッスンお疲れ様。あー惜しい、レッスンじゃないありがとう、でもお疲れ様って。みんなもお疲れ様です。そう、結構終盤でして、本番があと2日後に、2日後となりました。私は A チームに所属させていただいて、所属させていただいたんですけど、ちょっとさ、なんか今日椅子が不安定でさ、すぐあの全てどっか行っちゃうんだけど、椅子ほら分かるこれ、まあいいや。そう、 A チームに所属させていただいていて、 A チームは初日がもうあさってで19時からです。待ってます。え、なんかあんだけ広島じゃない、東京生活寂しがってたけど、やっぱ慣れってでかいですね。慣れてきました。そう、東京に親友ちゃんがいるので、結構隙間時間で会ったりしてるんですけど、そう、その親友ちゃんと、そう、またしばらく会えなくなるので寂しい、それが寂しいですね。めちゃくちゃ大爆笑しました。なんか私ってこんな口開くんだってぐらい大爆笑しましたそう、めっちゃ大爆笑して、そう、マジで会えてよかった。めちゃくちゃ話して、そう、今日のマジずっともなんか半年ぐらい会ってないんですけど、本当にあの頃のように話してましたねあの頃ってまだ2年前とかだけど、楽しかったですね。さっき来てくれてありがとう。そう、高校時代のフレンズ、そう、なんか今日いろんな結構話をしたんですけど、持久走記録会っていうのがありまして、持久走大会、マラソン大会が私はありまして、私はもう本当に素晴らしく遅くてですね、本当に、で彼女は本当に1位2位を争う完璧女子なんですね。本当にマラソンも1位2位を争い、勉強も1位2位を争うような素晴らしい人なんですけど、その話をしてて、もうサッチはもう本当に走り方がひどくてそう、
の大笑いしてたよって話をして、で私はその高校の中ではあの運動も勉強もできなくてそうだったんですけど、高校の中ではね、そうでもそう時なんていうの、その当時はなんていうの、やっぱできないことに結構ピエン泣き泣きウェンウェンって感じだったんですけど、もう今となったらもう大お笑い話なので、本当にお母さんとか、まあ、家族の前で言うじゃないですか、もうマジで無理休みたいみたいな、マラソン休みたいとか言うじゃないですか、でも絶対大丈夫、もう今一瞬のことだからとか、時間が経てば笑えるからとかたくさんアドバイスくれて、でも当時ははそれより今のこの恥ずかしさにどう耐えるかで私は必死なのって感じだったのね。でも今思ったら本当にお母さんとかが言ってることは正しくて、本当に大笑い話になったから、マジでマジで楽しい人生って感じそう、いや本当に時効なんていうの、時効じゃないか時の流れって本当に大丈夫、お母さんやっぱ親の言うことって正しいなって思ったっていうのを、ね、今日話してた、で大爆笑してた。そうだから絶対にね出てた方がいいよね、当時は嫌でも。そう私ももしね教えるような立場になったら言おうかなって思います、それを。そうもうね、そう出てた方がね、すごくいい結果を取ったら、すごくあの時私いい結果取ったなっていう思い出になるし、もし再会争いのような戦いになったとしても、こうだったよねって大爆笑話なので、はい、挑戦したいと思います、これからもいろんなことに。マジでもう本当にマラソンでの話でもずっと喋っててずっと笑ってたもん、それぐらいもう大爆笑話。あとクラスマッチの話とかも、もう私かわいそうだったよねっていう話で周りが上手いから、そう楽しかった。もうなんかぜひ持って話そうかなっていう感じですね。本当に私は下から20番とか下から10番だったんですよ、記憶上では。あ、高2の時は、高校2年生のマラソン大会はまだギリ OK な順位だったんですけど、高校1年生は本当に笑えない順位でして、下から10位とか下から20位とかまあこれも人生なんで全然素晴らしい経験だと思ってるんですけど、今後ももっと持って話そうかなとか考えてるんですけど、どう思いますか。下から3位でとか、もうドベって嘘つこうかそうマジで、そう楽しい、楽しかった。サチサチになりましたよ。そう楽しかった。いや本当に人生も考えさせられ、たくさん笑い合い素敵な時間でしたね。サチ話盛りがち、いやみんなに話すときは持ってないよ、持ってる話はね持ってるって言うんでね。そうだからこの話をするときはちょっと大盛りでいこうかなとか思ってますね。そう大盛り話でいこうかなと思います。やばいやばいだ、今日腰がね、なんかもう 毎日腰が痛いですね。本当にちょうどいい角度がないので、そうお家の定位置でやらないと腰が痛い。そうそう持ってね、みんなが笑ってくるならいいんですよそう神言です今日。カビゴン T シャツやばい、私の
数週間の東京生活がもうすぐですよ、幕を閉じるの。本当に時の流れって早いですよね。マジで、あと5日、あと5日ぐらいですよ。でもね、本当に面白いカルコメの稽古。もうね、でも笑って、もうね、笑いが、ね、耐えられないの、面白すぎて。笑い、なんか演技してるのに面白くて、もう笑いが止まらない。隠して隠れて笑ってるもんって。感じで隠れて笑ってます、いつも。バレてる、いつも。バレてるんですよ。いや、だって本当に面白い。みんな絶対、もう絶対来た方がいい。もう大爆笑する。サッチーは客席で見たい。そう、客席で見たい。もう本当、あ、ばい、もう、ちょっと白身で、ちょっと。もう本当に面白いから、もう笑っちゃう。絶対バレてる。でも、あの、演出家の方、ニースさんさん。優しいですね。たち人見知りなんですけど、どう思いますか、ソガーさんって話し寄ってくれますと。マジで、なんかもう毎日面白くて、なんか同じ笑いのとこもあるけど、なんかその日にしかない、その日にしかない笑い、言い方とかも皆さんあって、毎日違う笑い、本当に面白い。そう。でさん、稽古頑張り中です。昨日のスペース、あ、ありがとうスペース聞いてくれた人いますか。と小山桃代さん、私小山桃代さんの顔マジでタイプなんですよね。猫ちゃん、猫っていうのは動物のニャーニャーって鳴く猫ですね。聞いてた、ありがとう。桃代さん、あのここで言うのはちょっとせこいんですけどそう、本当に絶対ね、おしゃべりして仲良くなりたいんですけど、なんかね、めっちゃ人見知りしちゃう。やばいやばいよ、サッチ頑張って、サッチって感じ、マジで。でもね、めちゃくちゃ優しいの。お姉さんみたい。お姉さんか、だってお姉さんだもんねそう、頑張るよ。そう、今日は黒いサッチカビゴンワンポイントです。小山さんも割と声が低い方ですよね、多分。だからなんかちょっと親近感が湧いてますよ。そう、地声が多分高いよりは多分低い方だと思うんで。そう、前の舞台でも小屋入りしてやっと喋れたぐらいいや、嘘喋ってたんだけど、まだ表情が硬かったの。プロデューサーの方とかはもう本当に私カチカチで、はい、あ、でもね、あの、私も仲良くなりたいから返事だけ全力でやってるの、毎回。人見知りしてるけど、はい、ちょっと今ちょっとホテルだから声出せないけど返事だけ全力でやってる。これはこれでちょっとどうにか伝わらないかなと思って返事だけはもうめちゃくちゃ全力でやってます。しゃべれない、人見知りしちゃって。そう、はい、そう。でもなんか、まだ舞台1回しか経験させてもらってるんですけど、まだ1回なんで、あんまりこう、なんていうの、大体私はこうっていう系統をまだ見出せてないんですけど見出せてないんですけど、
まあ大体小屋入りしたら私は喋り出すから、喋り出すというか小屋入りしたら仲良くなれたから、ちょっと頑張りますって感じですね。でもラフラフの斉藤さんとはなんか西山さん、B チームの西山さんが差し入れを持ってきてくださって、それを一緒に選びに行った時、どれがいいかなうふっていう会話をしましたっていう会話をしました。そう、もうやっぱ同じアイドルグループやってるので仲良くなりたいですね。ちょっと、おー、いやー、びっくりした。そう、いや、本当に楽しみ、舞台終わっちゃうの悲しいですね。毎回思う、そうなんですよ、終わっちゃうの寂しい。何事もそうですよね、終わっちゃうのはやっぱ悲しいですよね。そう、うふふってうふふって言ってます。さちゃさちゃ、ありがとう、こっちは来てくれた、あと、桜坂さんが卒業発表したんですね。さち来てくれてありがとう。こう下からスマホのライトを当てればなんとか。さちは緊張どれぐらいか。緊張マックスです。毎回緊張マックスですよ、表舞台に出るの。ですよ、ガチヘグありがとう。よく見えた。もうなんか私はこの残り5日ぐらいですけど、この首と移り具合と全てが合致する画角を見つけ出すことはできるのだろうか。いや、できない。古典の文法です。できない気がする。ポリポリ、どこがさ、いかんからんだろう。なんで今日さ、こんな滑るの君ってかやつは。ちょっとちょっと、どうして君は。ソガは最後みたいなさましてた。また見に来てください。私は東京に10月後に行きます。東京に10月後に行きますよ。あのだれ公演出演させていただきます。ますよしよしよ。こんばん来てくれてありがとう。こんばん来てくれてありがとう。そう、恵比寿に出演させていただきます。嬉しい、頑張って覚えます。公演ハタステッチャーありがとう。そうなんだ、イコノイジョイのお話し会があるんだね。ありがとう。
紅葉はもう咲いてるんですか。咲いてるって言わないか。サッチ来てくれてありがとう。そう、3期はね、他にもね、井出かなさんと浜田さんも、あ、浜田ですね、私は浜田さんって呼んでるんですけど、浜田さんも出るので、たくさんねえ、ほんとにいいっす。なんでこんな今日滑るの、やめてよ、だっち今配信ねえ、やめてよって言ってるでしょ。ねえ、みんなひどいよね。もう何日のも何日もの中なのに、でずっとここでさ配信してるのにさ、ねえ、ひどいよね。ねえ、やばい、今日なんかちょっと撮影位置が固定されない。めっちゃ忙くない明日も好きです、ありがとう、約束。反抗期なのかな。ソガさん、ありがとう。タチャステチャ、ありがとう。マーラータンってやっぱ流行ってるんですね。私たちありがとう。何分からしてる ?11 分かな。多分10分だったかな。忘れたな。沖さんにマーラータン、あ、マーラータンってハマるのかな、人って人ってマーラータンにハマるのか。今日の何食べたっけ、お肉食べましたね。お肉とおにぎりとチーズ食べた。あとね、ポテトサラダが余ってたからそれ食べた。ダイエット期に移行中です。いっぱい食べちゃったので、そう、ダイエット期に移行中ですね。今は昼も朝はまあ固定なので、そう、ここかな。おま来てくれてありがとう。わ、リア充、私その瞬間見たよ。え、これ美味しい、なんで今までこれ食べてなかったんだろうってめっちゃ感動してたその瞬間見てた。サッチもそれ大好き、明太子のやつね、美味しいよね。サッチのセブンの今のおすすめ商品は、え、ちょっとちょうどあるんだけど、これさっきも食べた桜のチップで燻製したスモークチーズ3種のペッパー入り、マジで美味しい。これ食べてた。マジで美味しいです。しかも安かったよ、確か100ちょっとじゃない。で、7個ぐらい入ってた。6個かな、7個かな。どうだったかな、忘れちゃったけど。マジで美味しいです。チーズ大好き。チーズ美味しい。マジで美味しいですよ、これ。チーズが食べたくてチーズ買ったんですけど、コンビニであったのがこれでした。燻製したら大概も、あ、そうなの、あんまり燻製もの食べたことないからわかんないけど、そう、かわいい。なんか目のさ、ここがかゆくなるんだよね、目尻の。なんかさ、砂糖立ちしようか迷ってるんだよね。どう思う？なんか砂糖立ちするといいみたいな記事出てきて、お肌ツルツルになるとか、お肌がなんかくすみが消えるとか、いろいろいい情報聞くから砂糖立ちしようってみようかなと思って。でも砂糖ってめちゃくちゃ入ってない、いろんなものに。でも甘いものっておいしいよね。どうなんだろう、
ジュース飲んじゃった。ね、朝すっきり起きれるとかも言うね。このチーズは入ってないですね。結構入ってるイメージ。そう、甘々は美味しいから。私結構スイーツラバーズだから難しそうだけど、ちょっと一瞬でやってるかなとか思ってますよ最近。あのね、小麦をね断つのはねちょっとやってたんです。まあ、でも完璧に断つのはやってない完璧にさそれを食べないってしないとさ意味ないのかな。なんかなるべく避けるようにっていうのは結構してるけど、100避けるのはしてない。なんか結構醤油とかにも入ってるっていうじゃん。だから100避けるとかはしてないんだけど、パンは食べないとか、うどんは食べない、小麦は食べない、そうめん食べないとかはしてた。だってね、マジでね、小麦抜きにしようとかっていうのは結構ね、不可能らしい。お金がかかるらしいよ。こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、ちょっとやるだけでも、やりすぎチャンネル。チャンネル登録よろしくね。チャンネル大先生に会ってないな。そりゃそうだけど。嬉しい、ありがとう。そう、ライブのね、もっともっと頑張りたいですね。ライブも。嬉しい、その言葉、名前だけど。たちゃちちゃありがとう。お話し会サチと健康オタトーク、しようよ軽サチ。私お健康オタだよ結構。どうしよう。でもなんかさ、この界隈話、今で言うと健康界隈なんかやっぱさ、レベル知ってるレベルの差がありすぎるとね、あ、すいませんってなるよね。そう、あれ結構好きなんで、健康について、はい、栄養の本とかも読んでた時期とかあったりしてたので、結構まあ知ってるような気もしますけど、いろいろ教えてくださいな、みんなもね。じゃあステージありがとう。なんかそういう、でもさ、これって雑学に入るのかな。なんかキウイは周りの毛がたくさん入ってた方が美味しいらしいんですよっていう栄養学に書いてあって、そう、もう椅子がなだれる、やめてくれ。君はそうか、君はそういう人だったのか。知ってる、これなんか国語の教材だよね確か。ただ、ついてある。ちょっと次は起きます。もう腰が痛ただから。そう、なんかフレグランスが欲しくて、ちょっとフレグランス屋さんに行ったんですよ。この関東の方にしかないで、今日1個買いま、今日じゃ、今日じゃない、この前1個買いました。今日は買ってないです。でもなんかテスターいっぱいもらったんですけど、ちょっと匂いが混じっちゃって全部一緒にした。匂い大好きなんですよね。結局なんか、まあ、2番の匂いと8番の香りっていうので悩んでて、めちゃくちゃそのもう、あ、その2択みたいな感じ悩んでたんですけど、結局選ばれたのは、あの店一番人気って言われたやつでした。でそういうのに弱いですね。なんか8番の方が一番人気の代わりじゃなくて、なんか、まあ、私は2番と8番の匂いで生まれてたんですけど、8番の匂いは正直一番人気の代わりよりも最近今勢いがすごくてって言われて、
始まりですね。でも、まあ、友達と来てたんですけど、そのフレグランス屋さん、匂い屋さん、香り屋さんに来てたんですけど、友達も8を押してくれたので8にしました。それを匂ってます今、いい匂い。あ、でも2はいい匂いだな帰ってから匂うとさ、なんかね、その日によってね、私は違うんですよ。前さ、9番の匂いがいいと思ったけど、今2番が一番好きだ。そんなことないか。なんかテスターもらいすぎた、カードゲームしとる人になっとる。真剣性ができるね。したい方ぜひ店頭へお並びくださいませ。そう、日によってやっぱ変わるよね、匂い、好きな匂いとか分かる。してて、ありがとう。みんな、ザチタンは何分に始めたか教えてくれ、頼むよ。横にすると見れないんですね。困ってくれてありがとう。あ、え、あ、当たってたんだ。11分。ありがとう、教えてくれて。何分にしようかな。ちょっと待てね。あれ、もう一個のスマホがなくなっちゃった。さあ、決まって、あ、持ってたわ。なんか今日画角がちょっとあれですね。映んない。そう。ハンサッチしか来たの初めて言われた、嬉しい。サチハンサッチにしがちなので、サチャステチャありがとう。なんかあと光の影とかもあるね。みんなこの景色が見れるのもあとちょっとだからね謎の。ここのドライヤーすごく良くてめっちゃ好きですね。こんばん、来てくれてありがとう。ちゃちゃちゃありがとう。東京で美味しいもん食べたよ。食べたよ。私念願のアサイーボール食べたんです。ずっと食べたくて、いや、なんかちょっとめっちゃ食べたので、今ね、いろいろ画像とか編集して、あの、ちょっとみんなに見せれます、今度。そう、じゃあ50分に終わろうと思います、配信を。そう、アサイーボール本当に美味しかったけど高っって感じでした。でもマジで美味しくて、それを払う価値があるぐらい美味しくて。ぜんさっちん、かわいい、うれち、東京バナナ買いませんそう、そう、楽しみして、あ、嬉しい。今ね、そう、でもびっくりするぐらい食べてるよみんな。私まあ普通に生きるためのご飯なので、ね、朝昼晩あるので、そう、まあ朝固定してるんですけど、納豆ご飯ね。崎陽軒、崎陽軒ね、横浜、そう、横浜中華がお会いする時行こうとか思ったんですけど、やめましたね、結局行ってない。やっほ、明日楽しみ、来てくれるの嬉しい、ありがとう。そう、あさって、あさってか、明日はあれだもんね、あさってだね。
ま来てくれてありがとう。月島もんじゃね、もんじゃは思ったんだけど、そう食べたいって、でもちょっとやめました。やめましたってどういうことって感じだけど、ちょっともんじゃやめました。そう組みたい。まあ、あくびしちゃった。最近ハマってるものはちょっと誰が喋ってるのかわからんね。キリトレモンとかビタミン C 系のドリンクやまた、なんか栄養取れてる感じもあるし、ジュース飲みたい欲も満たされるし、めっちゃおすすめです。ということで男女読まさせていただきます。急にだけど、13位王子様さん、12位おやじさん、11位カメさん、10位シャイニングフィンガーさん、9位石ころ人間さん、8位シャリンさん、7位 STU、 あ嬉しい STU 瀬戸内 2.5 期 &3 期の生歌ライブは見る価値あり。Thank you, very thank you. もっと頑張ります。3、6位トンさん、5位ささみさん、4位熊根パパさん、3位ブルーさん、ありがとう。ちょっと角度悪いな、ちょっと今スクショ NG で角度が、ありがとう。そして2位は台湾のコウさん、ありがとう。そして1位はドゥ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 バン熊野美濃さん、ありがとう。パチパチです、ありがとうございました。パチ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 、ありがとう、みんなたくさんありがとう。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん本日も配信を見に来てくださって誠にありがとうございました。そして今日も一日お疲れ様でした。火曜日か、今日水曜日だね。そして明日も頑張りましょうということで、みんなおやすみです。バイ。あ、50分だった。バイバイ、ありがとう。